こんにちは。今日はですね、Can Do の商品ですね、ご紹介したいと思います。で、このオイルマッチ、まあちょっとね、茶色っぽいんですけど、こんな感じでここにね、着火させて使います。ちゃんと火が飛ぶな。ちょっとこの芯がね、ちょっと出すぎ飛んでないんかなって感じなんやけど、調整はできないみたいです。こちらのね、オーリングがついてます。こんな感じでございます。今時ね、結構珍しい商品でございます。ここね、この中にオイルを入れて、この芯棒にね、オイルを染み込ませて着火させるという、そういう、ちょっとまあオイルの方ね、さっき入れて、やってみます。あんまりちょっと少なめね、ちょっと入れ方が悪かったようで、ちょっと染み込まして、掃除がてらしても、ちょっとこれでね、火をつけます。これカメラ大丈夫かな。感じでございます。これ一回で乾燥するな。こんな感じで、まあかな。つけるか、これ芯燃え尽きてしまったわ。ちょっと押し込む思ったんやけど、これ芯棒燃えてしまったな。これいかんかったら芯棒また引き出さんというか、反対にそんな感じになりました。下へ容器落ちたぞ。下へ容器落ちた。なんか下に引火しそうです。ちょっとやばいんで拭いときましょう。染み込んだな。あれ、火が使えんようになった。やっぱり芯がなくなったから。あ、芯が燃え尽きて、ちょっと火花が。火花が飛ぶんやけど、火がつかねえ。あれ、火がついてくれ。ダメやな、やっぱり。反対に芯がなくなって火がつかなくなりました。ちょっと引っ張り出さんといかんみたいです。いろいろダメだ、ダメだ。ちょっと一回引っ張り出します。抜けた。こんななってるわ。これ反対に針金が入っとるな。これちょっと芯を上に出さんといかんので、こっちを沈めようか。片一方だけにしますかね。それでやってみよう。難しいね。ちょっと入れるのが難しいですよ。よいしょ、入ったか。お、入ったか。もっと入らんといかんよな。どれ、再チャレンジ。
ちょっとね室内でやると危ないんで外で再挑戦します。これね満タン入れてるとねこうこうしてる間にこれこぼれちゃいますんで、それとねここが湿気でねちょっと火がつきにくいというかそういうのもあります。これね全然火がついてくれないという私が下手なんかもうちょっとこの先の状態が悪いんかね。ああついたこんな感じでちょっと時間がねつくのに1回でついてくれんので、難しいです。ちょっとね火つけるのが難しいという感じで、今回こちらのオイルマッチの方ですね、最初にねこのオイルのマッチの先芯ね、こちらをまあちょっと完全に示してなかったからやろうと思います。からだきというかね、きっちり示さないずく燃やしてしまったという感じで、先の方をねちょっと早めになくしてしまったせいで、ちょっとね着火不全。あ、ついた。今回1回でついた。着火不全をね、起こしてしまいましたということで、まあちょっと使い方の方はね、そんな感じで、それで着火の方も下より上の方がいいかもしれませんね。まあこちらの方もこんな感じで、上向きにね、すり上げるような絵になってますんで、じゃないと多分ね火花の飛び具合がですね、下だと下へ落ちてしまうのが、上だと上でついて上で火花が飛んだ時に、その一緒に今回使うなちょっとね下へそのなんていうんか火種が落ちてくる時に火がつくという感じかな。なんでまあ火のつけ方とかもねいろいろちょっと失敗なんで、まあそのあたり注意して使えばよろしいかと。ちょっと今回ねもう最初につまずいたんでちょっとさっぱり使い勝手悪くなってしまいました、残念。ということでまあ最初の着火にはお気をつけください。もうさ最初が肝心やな。長持ち芯をね長持ちさせるためにはちょっと取り扱い注意です。ということでね、今回はこのオイルマッチのご紹介でございましたが、私の場合はちょっと失敗いたしてしまいました、残念。